始まるぞ。どうも、カイゼリンです。僕のチャンネル、昔から見てくれてる人いましたら、これ覚えてますでしょうか？カイナーっていうプラモなんですけど、今年の1月ぐらいに、パーツが足りなくて、組むのできませんって言ったやつなんですよ。で、最近ガンプラを結構レビューしてたじゃないですか。結構パーツがあるんですよ。なんで、そのガンプラのパーツとかを使って、ちょっともう一回これを、組み立てようかなって思うんですよ。ちょっとどうなってるかな、ちょっと封印を解くんですけど。よし。あれからずっと放置してたんで。ああ、なるほど。ほんと、マウンテンサイクルを発掘してる気分ですね。あー、あったあった。ここまで組んでるんですね。はいはい。で、ちょっと自分でも動画を見直しましたけど、確か、よいしょ。すいません。この E のランナーがなくて F が、この ×2 が4つ入ってる状態なんですよ。E のパーツが10個なんで、×2 だから20個のパーツが不足してるっていうことですね。なるほど。まあ見たところそんな重要なパーツでもなさそうなんですが、まあとにかくですね、せっかくなんで、まあ、いろんなパーツかき集めてカイナ作ってみたいと思います。では行くわ。それではですね、なんとか完成させました。カイナ7時間ぐらいかかりました。そうですね、やっぱりまあ一部ちょっとこういうところ足りてはいないんですけど、とにかく 90% ぐらいは形になってるんで、まあ、これで我慢します。デザインはほんとめちゃめちゃかっこいいんすよね。なんとなく、アシュセイバーって感じがするんですよ。多分、デザインの元になった機体は、アシュセイバーかもしれないですね。アシュセイバーって知ってますかね。スパーロボ A に、登場してきた主人公機の一人で、あとは OG にも出てきたかな、レモンっていうやつが乗ってる機体なんですよ。はい。まあ、詳しくは画像貼っておきます。はい。武器がですね、この大型ランチャーと、あと、ビームサーベルですね。この持つ部分はですね、ここのかかとに収納されてます。可動とかですね、頭、曲がります。腕ですね。ちょっとこのブースターをちょっと気持ち逃がしてあげてっていう感じですね。二重関節です。足も。足、ちょっとここの前だれが、変な位置にあるんで、あんまり前出すのがちょっと怖いかなっていう感じですね。そしてこの特徴的なバーニアなんですけど、こういう風に展開させることができます。これなかなかかっこいいですよね。すいません。結構なんだろう。ポロポロするんですよ。部分的に接着剤推奨かもしれないです。こんな感じですね。うん。まあ、展開ギミックはすごくかっこいいですね。ではですね、武器を装備させてみました。拳はこういった悪名高き可動指なんですけど、ここに武器補充用のピンがあるんで、一応武器の補充は問題なく行います。ただですね、このランチャーなんですが、重いんですよ。だからこう、関節が結構負けちゃうんですよね。で、スタンドとかも入ってないんで、まあこういうところで、こういうのでまあ支えてあげるのがいいかもしれないです。これはちょっと残念かなって。でもデザインはめちゃめちゃかっこいいですよね。うん。全体的に本当にデザインめっちゃいい機体なんですよ。それではですね、今回のパイオニアカイナーのレビュー以上となります。まあ、完成度は 90% ぐらいでしたけど、値段分は楽しめたかなーって思います。本当にこれを買って不良品だった時のその、なんていうか、代行業者の対応がですね、結構ムカついたりしたんですよ。本当に対応しませんの一点張りだったんで。本当に消費者センターに行っちゃおうかな、みたいな。まあ、いいっすわ。はい。で、
多分これ今 Amazon で買えなかったかなと思うんですけど、はい、まあ Amazon で買えば、仮にちょっとパーツの不良とかがあっても、少し安心感はあるかもしれないですね。ちょっとは対応してもらえると思うんで、やっぱり個人輸入はなかなか難しいですね。本当に、俺これで外れ引いて以降、中国のプラも本当買えなくなっちゃったんですよね。テッカマンブレードとかちょっと欲しいなと思ってたんですけど、まああれは、テッカマンブレードはセンチネルのいいやつがあるんで別に諦めてもいいんですけど、その他にも結構魅力的なプラ持って多いし、これを見てもわかると思うんですけど、技術力はすっごい高いんですよ。ただ、不良品率がちょっと高い。はい。まあ、めったにないことかもしれないですけどね。でも、中国玩具はやっぱり不良品率、僕の経験上50%ぐらいはやっぱあるんで、ある意味の家計なんですよ。そういうところがあって、まあ、最近もちょっと、まあ、お金はないのもありますけど、タオバオでおもちゃも買ってないんで、はい。あんまり欲しいのもないっていうのもあるんですけどね。はい。まあ、もうちょっと生活が今後安定するようなことがあれば、また何かいろいろ購入していきたいなとは思ってます。はい。というわけで、今後とも、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。カイゼリンでした。ありがとうございました。まあでも7ヶ月放置してたんですけど、まあなんとか終わらせられてよかったです。カードショップの元店長が秘蔵のカードコレクションや雑貨をレビューするチャンネルを作りました。これからどんどんレビューしていきますので、仕方ねえなあこいつくらいの気持ちでチャンネル登録していただけたら幸いです。